とそんな気が。マー君と一緒に毎朝ちゃんと朝ごはん食べてたら、なんだかちょっと丸くなってきちゃったみたい。いや、そういうことじゃないけどさ。そっかな。うん、でも少し気をつけようかな。そうそう、ご飯もうできてるから下に来てね。高畑くん、ちょうどよかった。武蔵野先輩に教えてもらおうと思って。ほら、先輩だし。私も教えられることがあったら教えようと思ったんだけどさ。全然わかんなくて、逆に彼女に教えてもらって思い出したりしてるの。まずいな。2年生で習ったこと私全部忘れてるよ。この問題わかる？マー君。二人ともわからないんだ。あらら。お前、確か。国領京也って名乗る男がここに訪ねてきたことがある。やけにキザなやつだったな。マーメイドのことを話しに来たらしい。あいつが言うには、俺の彼女はマーメイドだったらしい。恋する男に襲いかかるっていうバグを起こしたから、俺が怪我したんだと。まあ、奴にはお見通しだったわけだ。奴はマーメイドを全品回収すると言った。俺の彼女と、そしてもう一体、この南平市にいるはずなんだって。必ず回収してやるって言ってた。俺は彼女は俺を襲った時、俺の拳銃を奪おうとした。拳銃を持っていれば少しはあの国領たちと戦えるだろう。頼む、おとなしく回収されないでくれ。
生き延びてくれ。そうじゃないと、俺がここで彼女のことを隠して耐えている意味がない。俺は彼女に逃げ延びてほしいんだ。生きててほしいんだよ。国領京也って名乗る男がここに訪ねてきたことがある。いや、マーメイドのこと、やつのことは顔は知ってた。浦賀スミネットの片倉ゆずきと付き合ってるって一部で噂だったからな。片倉ゆずきと付き合ってるってのがあいつのステータスというか自慢らしいな。でも最近振られたって噂もある。そうなるとカッコ悪いな。国領マーメイドのやつのことは、あいつなんか嫌なやつだな。国領京也はなんだか怖いやつだ。目つきが尋常じゃないんだ。マーメイド狩りにかけてるみたいだったぜ。回収してスクラップすることに妙に執念を燃やしてたな。危険な目だった。何か犯罪でもやってりゃしょっぴいてやるんだがな。国領マーメイドのやつのことは、あいつ彼女に出会ったのは1年前だ。彼女が事故を起こしたんだ。自動車事故で彼女が瀕死の重傷を負ったんだ。その現場に警官として駆けつけて意識のない彼女を見た。それどころじゃないんだけど、可愛いなと思って。後で心停止したって報告を聞いて落ち込んでたら、いや、奇跡的に助かったらしいって報告があって、こっそり顔を見に行ったりして。彼女に出会った。その時一目惚れしたんだけど、警官がそんなこと言うわけにもいかないだろう。どうにもできなくて、うじうじしてて。ひょんなことできっかけがあって、付き合い出したんだ。彼女の車がエンストして、そこに俺が通りかかったんだ。巡回中でね。それで車を直してやったんだ。それがきっかけだ。彼女に出会った。その時一目、どうにもできない。一ヶ月前かな。そう、まだ一ヶ月なんだ。一年前から知っているけど、付き合い出したのはここ1ヶ月だ。最初はこっちから押して、だんだん向こうも俺に好意を持つようになってきて。彼女に出会ったのは、その時、どうにも、1ヶ月前、ジェミニカンパニーのことなんて、あんまりよくは知らないんだが、警察内でも不穏な噂はあってな。マーメイド禁止法案が可決されて、アンドロイドは製造中止になったけれど、その前から変な噂はあった。裏で妙なものを作って売ってるとか、まあそういう類の噂だ。実在の人間の記憶を移植して本人そっくりのアンドロイドを作って、バカみたいに高値で売りつけるとか、人間と動物を混ぜたような妙なやつを作って可愛がってるおかしなスタッフがいるとか、尻尾がつかめないんで何とも言えないがな。ジェミニカンパ、警察内でも、まあ大きな企業だよな。この町では一番の大企業だ。こんな地方都市にしては珍しいよな。
全国区で通用する最先端企業があるなんて。まあ土地も安いし、研究所の施設も建てやすかっただろうしな。最近では情報が発達してるから地方にいたって困らないしな。ただダークな面が噂されるってのも大企業ならではなのかもな。マーメイド製造中止に至るまでも相当いろいろあったんだろうよ。ジェミニカ警察内でまあ大きな就職先の人気ナンバーワンってとこだ。俺の同級生も何人か受けたみたいだけどな。特に理科系の学生には人気が高いな。湯水のように研究費を使ってわけのわからない研究ができるからな。俺より何年か前に大学を卒業したやつで、中なんとかって男がいてな。そいつはあの企業に就職して自分だけのペットを作るって張り切ってたらしい。しかしペットってなんだろうな。ジェミニカ警察内でもまあ大きな就職先のに もういいのか。届け物です。母の知り合いがこの辺りにいて。いいんですか？私、今本を読んでるんです。銀河鉄道の夜ってご存知ですか？
私、あのアニメ好きで。今夏休みだから、せっかく時間あるし、原作を読んでみようって。まだ途中までなんですけど、アニメより本の方がより悲しい雰囲気が強い気がします。友達が川で溺れてしまうんです。それで主人公は、その友達を天国に送る銀河鉄道に自分も乗るの。確か、結局自分は戻ってくるんだけど、途中、タイタニック号の事故で死んだ人とも乗り合わせたりして。生と死、生きることの魅力と死の持つ甘い匂い、そういうものが混沌として物語の中にあるんです。読んでて私、とても不思議な気持ちになりました。きっと気持ちが元気な時に読んだら生きることに魅力を感じると思う。でも私はカンパネルラと一緒に銀河鉄道に乗ってどこか遠い国に甘美な死の世界に連れて行ってほしい。そんな風に思っちゃって自分で少し怖かった。銀河鉄道ってなんか怖いですね。見た目もほら。古くて枠が木製の窓がついてて、向かい合わせの四人掛けの席、なんか、ちょっと怖い。そういえば、南平駅から出ている各駅列車も、そういう作りだなぁなんて、ふっと思い出したりして。なんか、発作的に、あの列車に乗って、この街を飛び出していきたい。そんな風に思ったんです。それ、きっと夜に読んだからですよね。その時はとても不思議な悲しい気持ちのままで眠ってしまって。でもね、朝起きたらそんな気分はどこかに飛んじゃってた。それなりに、どうしたんですか？あの、高畑さん。いえ、なんでもないです。おや、君か。なんだ、私に聞きたいことがあるのか？
まあいいだろう。何を聞きたいのだ。中川原保は優秀な研究者だったよ。仕事はよくできた。中川原は片倉博士の後を継いで立派にマーメイドを製造したり改造したりした。優秀な男だったよ。残念だね。中川原保は優秀な研究少々変わり者だったがね。まあそれも趣味の範疇ということで私は多めに見ていたが、中川原は動物が好きでね、ペットを飼いたいとよく言っていた。それも普通の犬猫じゃ嫌だって言うんだ。意思の通じる、心のある、でも言葉は話さないものがいいって。やつはピュアなものを求めてた。この世に存在しないような純粋で可愛らしいものを。中川原少々変わ、突然死んでしまったのには周りも驚いていた。全く驚いていたね。マーメイドの秘密を守るために私が殺したんじゃないかって。なかなか鋭いな。だが証拠はない。おかしなことを言わないでくれよ。片倉博士はなかなか気難しい人でね。若い頃はいい男だったらしいがね、その頃から頑固だったって話だ。想像できるがね。首にすると脅かしても最後まで意見を変えなかった。作ってほしいものがあったんだが、結局博士が拒否したんで中川原にやらせたよ。片倉博士引退した最近はよく絵を描いているようだが、ずいぶんのんびりと暮らしているね。マーメイドプロジェクトを進めていた時はかなり迫力のある食えないジジイだったな。いろいろとうるさくてね。我が社ではマーメイドを使ってもっと儲けたかったんだよ。だが博士が道義的な問題をどうこう言ってうるさくてね。人間そっくりにしすぎて見分けがつかなくなってはいけないとか、本人にアンドロイドだという自覚を持たせないといけないとか、それでクビにしたのさ。後を引き受けた助手の中川はおとなしく言うことを聞いてくれてね。片倉博士は引退した際、マーメイドプロジェクト孫のゆずきのことは猫可愛がりしていたが、ゆずきの方はどうなんだろうな。博士は孫のゆずきをマーメイドのモデルにしたんだ。そのことをゆずきは嫌がっていたらしい。そのせいなのかゆずきは今でもマーメイド嫌いだ。今回のマーメイド回収命令にもゆずきは協力してくれていた。すべて回収されて終わってくれればいいと思っているらしい。最近南平市で噂になっている化け猫リンのことか。確か人間みたいに大きくてニヤニヤ鳴いて光り物を集めてる。そうだったな。人間みたいに大きくて、それなのに猫みたいな鳴き声よ。想像できないな。集団妄想かなんかじゃないのか。君はまさか信じてるんじゃないだろうね。最近南平市で噂になっている、確か人間、一部では我が社の作った人工化け猫説も流れているな。中川原保は私の指示通りにマーメイドを改造したり手を加えたりした。
その一方、自分の趣味で自分だけのマーメイドをこっそり作っていたらしい。人形愛の極致だな。誰も見たことがないんでわからないが、中川原のマーメイドは人間の姿はしていなかったという噂もある。半人半獣の可愛らしい少女、確かに中川原の研究室で見たという女子社員がいてね。中川原の生前も死後も研究室の近くで猫の鳴き声を聞いたって話が出てきているし、もしかしたらその噂の化け猫リンは、もしかしたら。最近確か人間み一部では本当にそうなら回収する必要がある。我が社と関連のあるものならマーメイドと同じくそいつも回収しなくてはいけない。回収したものは残らずスクラップにして二度と動かないようにしている。機械だからね、動かなくなればそれでおしまいだ。せいぜい嗅ぎ回ればいい。君には何もできないと思うがね。マー君っていつもご飯だよって言うとおうしか言わないんだから。うん、そうだね、たまには。あれ、そうだっけ。おはようございます。お天気お姉さんの片倉ゆずきです。今日も暑い一日になりそうですね。そうですね。明日の花火大会のことが心配なあなた、大丈夫、明日は晴れです。浴衣の準備早めにしといてね。それではお天気お姉さんの片倉ゆずきでした。
ごちそうさまでした。いらっしゃいませ。紅茶とケーキをお願い。あ、そういえば、ここの紅茶って何を使ってるの？はい。ホットはダージリンです。ミルクティーはアッサムです。アイスは？アイスは確かダージリンです。ダージリンもアッサムも好きだけど、ちょっと癖のある味も私好きなの。キーマンって飲んだことある？あ、ピーマンですか？キーマン。いえ。これもらい物だけど、美味しいから。よかったらお店の人たちで飲んでね。あ、はい。ありがとうございます。おいしいですね。紅茶っていい香りですね。私なんだかホッとできるから大好きです。